1682年、周回軌道が算出される。1910年、地球大接近。1986年、無人機による核の撮影に成功。そして2061年、ついに人類は有人探査機をハレーに向けて送り出した。警告、超度級 SF アドベンチャー接近。前編に展開するアニメーションシーン、アドベンチャーゲームは限界を突き抜け新次元に到達した。迫り来るモンスターの恐怖に君は耐えられるか。人類の未来をかけた最後の戦いが今始まる。89年最大のノンストップ SF アドベンチャー。ジーザス、恐怖のバイオモンスター。君の中の野生が逆襲を始めた。ジーザス恐怖のバイオモンスターは1989年3月17日にキングレコードから発売されたアドベンチャーゲーム。もともとは1987年4月に発売された PC88 用ゲームで、開発はエニックス、音楽は杉山浩一氏が担当したことでも知られている。2061年、人類の科学はハレー彗星に有人探査機を飛ばすところまで進歩していた。世界8カ国から選ばれた乗員たちは2機の探査機コメットとコロナに分乗し、スカイラブジーザスから飛び立った。だが探査課題の一つ、ハレーの斧ガスを採取した直後、1号機コメットからの通信が途絶えた。一体何が起こったのか。ストーリーは破綻なくしっかり作られており、色鮮やかなグラフィックとアニメーション、そして杉山音楽が合わさって、プレイヤーはいつの間にかジーザスの世界に没入していることだろう。そんなジーザスには4スタ的お楽しみどころが隠されている。そう、隠しパスワードと隠しメッセージ。隠しパスワードは全部で5つ存在する。早速ご覧いただこう。隠しパスワード1、モツくんは若ままてレイサロン引きたかる。使用上濁点がついていないので分かりにくいが、モッくんはわがままでレイザーロン引きたがるということだろう。レーザーロンとはゲーム内に出てくるキーボードのこと。このパスワードはそのレーザーロンを引く部分のみを抜き出したものとなっていて、ミニゲーム的に好きなだけ引けるのだ。早速やってみよう。モツくんは若ままてレーザーロン引きたかる。こんな感じ。コントローラーでの操作なので思うように動かせないが、子供にとっては嬉しい隠し要素だったに違いない。続いての隠しパスワード、こちら。タクリンは音楽か聞きたいと泣いてるし、去りゆく者たちきらめく瞳空の果て。これはどちらも同じもので、入力するとゲーム内の BGM が聴けるようになっている。タクリンは音楽か聴きたいと泣いてるしは、タクリンは音楽が聴きたいと泣いてるし、そのまんまの意味。去りゆく者たちきらめく瞳空の果てというのは曲のタイトル、杉山浩一さんがつけたものだ。そらのて、かっこいい。
このように関連するグラフィック付きで曲が流れる。これはとても嬉しい隠しパスワード。エリーヌさん、セクシーです。ファミコン版ではカットされているが、 PC88 版ではゲーム本編でこのシュウ・ホウカお姉さまとちょっぴり大人なシーンがあったりする。では次の隠しパスワード、こちら。フワミコン制作の仲間たち見せてくれ。これはパスワードの言葉そのままで、入力するとファミコン版のスタッフロールが流れる。そしてそのスタッフロールにはメッセージが添えられている。これがジーザスの隠しメッセージ。それでは見てみましょう。フワミコン制作の仲間たち見せてくれ。するとタイトル画面が表示される。そしてまずはオリジナルのスタッフロールが流れる。通常のエンディングはこの「ジ・エンド」でちょうど曲が終わり完全終了となる。がこのパスワードを入れると再度曲が始まり、ファミコンのスタッフロールが流れるのだ。以下はトップシークレット。ロンドンスタジオ、ファミコンプログラミングスタッフ、チーフプログラマー豊か行徳、ヘローエミ、アイラブユー、シーンコントロールプログラミング吉行森、アズ森の熊さん、メッセージトゥナオミ、アイラブユーフォーエバー、慶三望月、Do not forget me, mama. CG グラフィックデザイナー秀弘吉田、 We are not alone. アシスタント健次郎加納、雄一菊本、リトルサポーテッドバイベッドイン西川、スペシャルサンクストゥ広志行徳、和秀大木、アズタクシードライバー。スタッフロールはここで終わり、この後ゲームがスタートする。ジーザスに限ったことではないが、やはり隠しメッセージというのは恋人への思いを入れたくなるものなのだろうか。そして吉行森もしくは慶三望月さんが、モツくんはわかままでレイサロン引きたかるのモッくんかもしれない。それでは5つ目、最後の隠しパスワード、こちら。灰本のエミさんへ、徳さんの嫁に来い。こちらはエンディングの直前から始まって、オリジナルのスタッフロール、そしてファミコン版のスタッフロールへと続くパスワード。エミさん、徳さん、これは先ほどの隠しパスワードで見かけた名前。チーフプログラマー豊か行徳、ヘローエミ、アイラブユー。徳さんは行徳豊かさんのことだったようだ。エミさんのことが相当好きだった模様。一つ興味深い事実がある。ジーザスのロムを覗いてみると、このようにゲーム内に使われている文章やセリフがずらーっと並んでいるのだが、下の方に行くと、フワミコン制作の仲間たち見せてくれ、モツくんはわかままでレイサロン弾きたかる、タクリンは音楽が聴きたいと泣いてるし、去りゆく者たちきらめく瞳空の果てと隠しパスワードもそのまま記されている。だが、灰本のエミさんへ、徳さんの嫁に来いだけどこを探してもないのだ。どうやらこれだけわからないように暗号化もしくは文字コードを変えてあるようだ。さすがにこれは見られたくなかったか。しかし大義林には嫁に来いのパスワードだけが載っている。もしも当時これが行徳さんの目に入っていたら、大汗をかいていらっしゃったに違いない。この恋はどうなったのか、気になる気になる気になるぞ。よし調べようっと。すると行徳さんのウェブサイトを発見。眺めていると、
ジーザスの隠しパスワードのことが。そしてその下にあった YouTube のリンク、なんと4スタの動画だった。行徳さん4スタを見てくださっていた模様。なら話は早いぜ。早速コンタクトを取っていろいろ伺ってみた。行徳さんは1986年から個人事業主として活動されていたとのことですが、どういった経緯でジーザスのファミコン移植を引き受けになったのですか？ドラゴンクエストのお手伝いをした時の実績が買われて声をかけていただいたようです。大学にいた頃からプログラムで小銭を稼いでいまして、そのまま社会人になれずに今に至ります。日本で最初のフリーターかも。5つの隠しパスワードですが、あれはデバッグ用だったり、エンディングをクライアントに見せるために仕込まれたものなのでしょうか？当時のゲームはあらかじめ裏技を仕込んでおくことはよくありました。今のようにインターネットで情報が手に入るようなことがなかった時代、売り上げが落ちてきた時やゲームに行き詰まったユーザーを救うために頃合いを見計らって雑誌などで情報を公開していたようです。キーボードだけ弾けるよって裏技が雑誌に載ればもう一度電源入れてもらえそうですよね。なぜファミコン版スタッフのクレジットは隠しパスワードを入れないと見られないようにされたのですか？こちらはもちろん公開するつもりはなく、スタッフのお遊びで入れたものです。だから見つかってとても恥ずかしい。公にもないことになっていたはず。エニックスの部長は知っていましたが、まあ黙認という感じでした。嫁に恋のパスワードだけロムを覗いても見当たらなかったのですが、これのみ意図的に隠されたのですか？文字列は簡単に見つかってしまいますので、意図的に隠してあります。やはり。ちょっとプライベートな領域で申し訳ないのですが、単刀直入に、エミさんは徳さんの嫁に来たのでしょうか？はい。ジーザス発売から数年後、エミさんは無事に徳さんの元へ嫁に来ました。おー、おめでとうございます。プロポーズの言葉は隠しパスワード通り嫁に恋だったのでしょうか？記憶にございません。失礼しました。 PC ゲームからの移植ということで大変だった点やこだわった点はありますか？もともと移植作業をしていたプログラマがいたのですが、自力で仕上げきれなくなったそうです。そこで私に依頼が来ました。その時点でゲームは途中まで動いていましたが、シナリオ追加に対応できず行き詰まっていました。プログラムを修正するより作り直した方が早かったので一から作り直しました。プログラムは紙芝居プレイヤーになっていて、シナリオデータとグラフィックデータを差し替えれば別のゲームになります。何人ぐらいで制作されていたのですか？制作スタッフは私以外に絵描きとシナリオ描きと、あとエニックスの部長、ほぼ4人で仕上げています。ですが締め切りが近かったのでやっつけ仕事になってしまいました。シナリオのデータ作成担当者が部長に隠れて裏技を入れようとするので、部長はそれを見つけ出して駆除するため毎日必死でプレイしていましたね。ゲームの世界観が狂ってしまうので。そんな状況でしたから、自分なりに満足できるレベルまでゲームを仕上げきれなかった感じなのですが。ジーザスですか。発売日をとても楽しみにしていて、貯金を貯めて貯めて一番に買いに行きましたよ、のように懐かしそうに話してくれる人に会うことも何度かありました。ゲームを愛してくれる人がいて、若い頃にそういう仕事に関われたのはとても幸運で幸せなことでした、という回答を頂戴した。なんとなんと、エミさんは無事徳さんの嫁に来ていたことが明らかに。徳さん、エミさん攻略お見事です。またドラクエのお手伝いもされていた。2のエンドクレジットを見てみると、お名前発見。さらにファミコンの2だけでなく、スーパーファミコンの1、2も少しお手伝いしましたとのことだった。
そして行徳さん、こっそりジーザスの未公開の小ネタを教えてくださった。 BGM 甘い抱擁の最初の部分は杉山浩一先生が当時のエニックスの電話番号をプッシュホンで聞いて、あ、これいいやってそのままメロディーにしたものだそうです。甘い抱擁は主人公がガールフレンドエリーヌに会いに行った時に流れる曲。早速聞いてみよう。ちなみに当時のエニックスの電話番号はおそらく 371-5581。 いかがだろうか。もう一回。なんとなくわかるような。電話のプッションからもこんな素晴らしい曲が生まれるんですね。なぜ杉山浩一氏の作り出す音楽は多くの人に愛されたのか、ご自身とのエピソードを交えて話してくださった。ドラクエの方の話になってしまいますが、杉山浩一先生、数回ですが2人でお話しする機会がありました。何より本人がゲームが大好きな方でした。朝から現場へと音楽のチェックをしにやってきたのに、未完成のドラクエで確認作業をしているうちにいつの間にかゲームの方に夢中になっていて、一日仕事しないで終わった、ごめん、また来ると、帰って行かれたことがありました。割と多かったかも。そして作曲家である先生にはファミコンは楽器でした。例えばバイオリンならドーッと長い音を奏でても美しく響くでしょ。でも同じことをこいつでやったら不快な音にしかならない。こんな音しか出ないのか、どうするかな。常にゲームで遊ぶ人の立場で曲作りをしていらっしゃいました。飽きる音楽ではいけないし、イライラするような音は使わない。ゲームのイメージに合わせて作曲をし、それをプログラマーがファミコンへ落とし込み、その音を聞いてまた曲を直すということを繰り返し行っておられたのです。そしてここに隠れた天才がもう一人いました。音楽のプログラムを担当した人です。通常の方法ではファミコンでは出せないような音をハードウェアとソフトウェアを駆使して奏でていました。同じ時期の他のゲームと音楽を聴き比べてみたら差がわかると思います。ビブラートや笛の音なんてリバーブがかかっています。当然ファミコンにはビブラート機能もリバーブ機能もありません。作成された音楽効果音プレイヤーは、それはもう狂気のレベルでした。先生、今度はこんな音が出せるようになりました。どうですか。おお、これはすごい。それならこれができるな。この人はソフトウェアのアイデアにも富んでいて、音楽にも通じていて、先生とも意気投合してよく話していたようです。杉山浩一先生はただ作曲していたわけではなかったのです。先生の作った音楽がファミコンでこれほど愛されたのにはきちんとした理由がありました、ということだった。いかがだっただろうか。今回はファミコンソフト、ジーザス恐怖のバイオモンスターに仕込まれた隠しパスワードと隠しメッセージを深掘りしてきた。ジーザスは未プレイの方にぜひやってもらいたい一本。きっとエンディングで大きな満足感が得られるはず。行徳さんはジーザスについて、開発期間が短かったこともあり、もっといろいろできたかもしれないのにな、という少し残念な思い出として残っているとおっしゃっていたのだが、ヨンスタはとても楽しく遊んだ印象しかない。ジーザスをプレイされたことのある方はぜひコメント欄に感想を書き込んでいただきたい。